深い複雑な感情を持ち、それを表現することができるのは人間だけで、他の生物は本能だけに従って生きていると考えています。しかしよく観察していると、動物たちもそれほど単純で愚かではないと感じることがあります。馬は美しく誇り高く自由を愛する生き物です。一度でも触れ合えば、多くの人はこの動物に心を引きつけられてしまいます。しかしルーマニアなど一部の国では野生の馬を捕獲する人々がいます。その方法は主に特別なワイヤーを使った罠です。そしてこのような罠は、捕獲した動物が逃げないように鎖で前足または後ろ足を固定します。しかし今回のお話は、このような罠にかかってしまった若い野生の馬を助けた人についてです。彼は歩いている時に偶然不幸な馬の姿を見て命を救ったのです。彼は獣医として働いていたので、鎖に足を取られた馬を見て、馬の怪我が大きくならないうちに早急に解放してやらなければならないと考えました。近づいて見てみると、鎖は馬の足首にきつく絡まっていて、すでに皮膚を引き裂き始めていました。彼は馬を怖がらせないように静かに少しずつ近づきました。ペンチを取り出し、チェーンの切断に取り掛かりました。間違っても馬を傷つけないよう、慎重にペンチで鎖を挟み切断していきます。馬の呼吸が荒くなっていました。悪い兆候です。馬は痛みを感じているのです。そしてついに馬の両前足から鎖が外れました。しかしそこで彼は喜んだのではなく、唖然としました。この馬を苦しめていたのは鎖だけではなかったのです。馬の足には鎖の下にまでまだ鋭い針金が絡まっていました。このことから判断すると、この馬はかなりの長時間そこにいたことが想像されました。彼は手袋をはめて針金を切断しながら、皮膚に食い込んだ破片を一つ一つ取り除き始めました。これは馬にとって痛みを伴う処置で、苦しそうな声を何度も上げました。しかし片足からこの激しい痛みのもとが全て取り去られると、馬は静かになり、少し落ち着いた様子になりました。もう一方の前足にも同じ問題があったので、彼は再び食い込んだ針金を慎重に取り除きました。作業は完了しました。馬の足は全ての鎖と針金から自由になりました。神経を使う困難な作業でしたが、この美しい動物が再び立ち上がり、自由な世界に戻る姿を見るだけで、彼の心は喜びでいっぱいに満たされました。しかしその後、彼に信じられないことが起こりました。この馬は頭を下げて彼の顔にキスをしたのです。その後、馬は森に向かって駆け出しました。獣医の彼は唖然としながらも、馬を助けることができたこと、そしてお礼のキスをしてもらったことを心から嬉しく思いました。次も感動的な物語をご紹介します。この物語は、優しい心を持つ人なら誰もがヒーローになれるということを教えてくれます。大学生のカイラ・フィルンさんは、犬を飼いたいと思い動物保護施設を訪れました。彼女はそこで一頭の若いピットブルに出会いました。多くの人は、闘犬用犬種の犬は生まれながらにして凶暴で危険であると言いますが、これは事実ではありません。幸いにもラスはかつて飼い主に捨てられたにもかかわらず、人間を信じる心を失っていませんでした。その後、カイラさんは連日その施設に足を運び、ラスとの友情を築きました。そしてついに自宅に迎え入れたのです。ラスとの新しい生活が始まりました。犬が言葉を話すことはありませんが、それでもラスの目や行動は言葉以上に雄弁です。ラスは飼い主となったカイラさんのそばをひとときたりとも離れようとせず、全身で彼女への愛と感謝の気持ちを表現します。
カイラさんは話します。ラスと暮らし始めてまだ2週間も経っていないのに、もうラスのいない生活なんて考えられません。犬がこれほどの感情を持ち、これほどの感情を引き起こしてくれるとは想像もしませんでした。先日、ある女性が YouTube に動画を投稿し、そこで恐ろしい行いをした人々について話しました。彼女は話します。食べ物も水も与えられず、数日間放置されていた犬たちがいました。短い鎖でつながれ、身動きも取れない状態にされていました。彼女はつながれた犬たちを解放し、車に招き入れました。数分後、助手席に座っていた犬が彼女に手を伸ばし始めました。痩せて衰弱した犬は何度も何度も前足と頭を女性の手に押し付けます。彼女は心を打たれ、涙を抑えることができませんでした。もう大丈夫よ。もう大丈夫よ。彼女はただそういうのが精一杯でした。この女性は動物たちがこれほどの愛と優しさを持つことに衝撃を受けました。明らかに人間の手でひどい目に遭わされたにもかかわらず、犬たちは他の人間に対する愛情を失っていなかったのです。次の動画の主人公は猫です。飼い主のスージーさんがかつてとても悲しい出来事から立ち直れたのもペリーのおかげでしたし、今はペリーは子猫を育てるのを手伝っています。スージーさんが初めてペリーに出会ったのは両親の家の近くでした。その時のペリーは痩せていて、全身のみやダニだらけで、おまけに風邪もひいていました。さらに一本の犬歯も折れていました。スージーさんの両親はこの猫を保護し、動物病院に連れて行きました。治療が完了したペリーはみるみるハンサムになり、性格は従順で、先住猫のタイガーや子猫のジャックスともすぐに仲良くなりました。ちなみにジャックスも野良猫出身で、スージーさんの家族が保護した猫でした。しばらくしてスージーさんの父親は癌で亡くなりました。彼の闘病中、ペリーはいつもそばにいて彼を励ましました。彼の人生の最後の時間をまるで一分一分を惜しむように彼に寄り添って過ごしました。そして父親の死後、深い悲しみに暮れるスージーさんを慰めたのもペリーでした。今度はペリーはスージーさんのそばをひとときも離れず、いつも喉をゴロゴロと鳴らし、彼女への愛情を伝え続けました。ペリーは現在もう6歳ですが、子猫のような陽気さと遊び心を失っていません。スージーさんはあの日ペリーと出会わせてくれた運命に心から感謝しています。さて皆さん、今回はここまでです。ぜひご意見やご感想をコメントにお書きください。ではまた次回お会いしましょう。